わいー。というわけでね、本日もトレードしていくぞい。霊夢大先生だぞい。前回は、なんと100万円以上の損切りをしてしまったわけだけど、今回こそは勝ち越したい。そして、証拠金を増やしてわっしょいしたい。さて、本日のトレードだが、珍しく移動平均線乖離を使用しないトレードだ。まずはここでエントリー。皆さん遅ればせながらこんにちは、助手のマリサだぜ。確かに、このポジションは移動平均線乖離を利用していないな。逆張りっぽいのはわかるけど、どんな根拠なんだ。よくぞ聞いてくれた。早速だが、相場環境認識で確認しよう。早速だが、2回目の挨拶失礼します。相場師霊夢大先生です。本日の相場環境認識もどうぞお付き合いください。さて、本日のエントリーはショートだったわけですが、どうしてこの場面でショートができたのか、一緒に分析していきましょう。今回注目するべきポイントは2点。5つ目は、高値ラインを引いた際に、今のレートがちょうど重なるということ。そして3つ目、四角く囲った位置で揉み合いが発生している。この2があることで、1の高値抵抗線をみんなが意識していることが決定的になる。よって、この後のシナリオについては、次のように考えられる。5つ目が、このまま高値抵抗線によって跳ね返されて下落していくパターン。正直これが一番嬉しいです。3つ目が、上昇していくパターン。それが一番嫌だけど、上昇していった先にも、まだまだ前回高値が3つも存在しているから、そこで反発する可能性がある。逆に言えば、ここでロングを打ったトレーダーは、その目先にある3つの高値を両方とも突破すると予想しているわけだ。とても私にはそうなる未来は見えない。というわけで私はこの場面でショートを打ち込んだということだ。みんなはどう考えたかな？それじゃあ本日の相場環境認識はここまで。本編もよろしくお願いいたします。なるほどなるほど。幾重にも重ねられた抵抗線を見据えてのエントリー。チャートを広く見るとわかるエントリーチャンスだったということなんだぜ。さあ、エントリー後からどうなったのか。少し時間を飛ばして見ていこう。おお、しっかりと下落してきているんだぜ。ここのラインとここのラインが前回高値のレジスタンスラインだったっていうことか。それにしては、2つ目のラインが相当上にあるように思うけど。その通りだ。ここで5つ、抵抗線に関する考え方を伝授しよう。みんな抵抗線は線で反発すると考えているだろうが、実際は違う。実際は面で反発する。どういうことなんだぜ。例えば、前回高値から水平に抵抗線を引いたとしよう。今チャート上で黄色く示したような感じだな。このように線でラインを引いてしまうと、その位置から少しでも上に上昇したら、高値ブレイクだと考えてしまう。しかし相場はランダムウォーク。多少の誤差は受け入れなくてはならない。だからこそ、この高値ラインはこれくらいの面を持っていると考えてほしい。ほえー、だいたいこのくらいの位置で反発が起こりやすいっていうこと。その通りだ。線で捉えるのではなく、面で捉える。ある程度の抵抗線の余裕を持っておくと、落ち着いたトレードができるはずだ。現に、今回のトレードは、ある程度余裕を持って損切りを遅らせたことで含み損を解消し、含み益を見ることができている。私の所感だが、ゴールド15分足での分析では10ピピくらいの誤差は日常茶飯事だ。10ピピ、そんなになのぜ。さて、15分足がデッドクロス完成して嬉しい霊夢大先生だが、どこまで粘るべきか、これが難しい。ちょっとまたカットして様子を見てみよう。ふむ。少し戻してきてしまったな。ということはもっか安値ラインは、黄色いラインだな。そこら辺まで来たら利確。最近よく思うんだが、FX において最も重要なのは損切りで最も難しいのは利確な気がする。この意見、マリサどう思う？うわぁ？なんか突然 FX の名言みたいなのを言い出したんだぜ。まあそう言われるとわからなくもない。かなぁ。ふむ、また名言を生み出してしまったか。いや、至極真っ当なことなのですが。さて、またさっきと同じ位置まで戻ってきたな。安値チャレンジとも取ることができる。少し様子を見て、下落が続くようならホールドするし、反発するようなら利確してしまおう。15分足全体の流れは移動平均線がデッドクロスしていることもあるし、下落でいいだろう。そういうことを含めると、ホールド6割、利確4割くらいの感じで見ていこう。さて、1分足移動平均線がゴールデンクロス完成。
まだ理覚しない。まだ我慢だ。15分足の黄色移動平均線付近で反発しているのが見えるから、今回も反発することを期待している。ほんとだ、今回もちょっと押し戻されたんだぜ。しかし、依然として1分足ゴールデンクロスによる上昇の力は強いか。やはりここら辺が潮時なのか。理覚5割、ホールド5割くらいの目線に変更だ。1分足が安値付近まで戻ってきたんだぜ。目線は変わらず半分半分。むしろ今が最も良い位置で理覚できる、と考えたら、理覚6割くらいの目線で見ていく。ここらが潮時だな。理覚しよう。よし、まずは勝利。久しぶりに勝った気がするんだぜ。わわ、理覚した直後に下落。これは悔しい。ふん。全然悔しくないもんね。あ、悔しがってます。この悔しさ、次で必ず晴らす。さて、次のトレードだ。おお、この感じ、絶対にロングなんだぜ。ほう、この相場でロング。そもそも貴様ごときで私のトレードを読むことができると思うな。これだけ移動平均線との乖離があるのにショートで順張り、霊夢大先生っぽくないトレードなんだぜ。くっ。むしろ私にはこの相場でロングを打てるトレーダーの気が知れねえぜ。だって、いつも霊夢は移動平均線との乖離が起きたら逆張りしてるから、見てろ。この相場、ショートで必ず理覚する、1分足の動き。くっ。そうきたか。面白い、ファイヤー。ここで追撃。ちょっとよくわからないんだぜ。私は波のトレーダーの常識を超えた存在。私にはまた聞こえてしまったのだよ。ロングの断末魔がな。だったら、保育士霊夢として、さらに泣いてもらうしかないだろ。最悪の保育士なんだぜ。このトレードの解説は後ほどするとして、今はトレードに集中しよう。合計20ロット。これだけのロットを張ったのは久しぶりだ。100ピピで2000万円の損益が発生する。くっ。血は筋肉躍るこの感覚。愛おしさすら感じるよ。霊夢さん。2発目のポジションロングなんですけど。バレちゃった。ちょっといつもと違うことしてそれっぽさを演出したかったんだが、途中でおじけづいてしまって、両立てしてしまいました。大変申し訳ございません。って言ってる間に下がってくるしな。自分を信じきれていないトレーダーだな。両立てのままでは現在の含み損は減らない。どちらか選べ、私。あれ。ポジションが5つになってる。ロングの方を損切りしたんだが、録画が切れてる時に決済してしまった。というわけで、私はエントリーした最初の私を信じることにする。ほれ、下がってきただろ。今入れてる利確ラインに届くことはないだろうが、現在含み益20万円。ちょうどロングの損切りと同じくらいだ。このトレードはトントンで逃げるとして、次で取り返すくらいの気持ちで臨んでいこう。今現在1分足が底値付近でいやらしい停滞を見せている。上がってきたのでこれは決済しよう。よし、まあ、証券会社にスプレッド分手数料を払ってやったってことにしよう。さて、この後もトレード実況を続けていきたかったんだが、次のトレードは3連続のトレードになってしまって、ここから入れると尺的に長くなってしまう。そのため、この続きはまた次回。3連続トレード、見てみたいんだぜ。というわけで、本日はここで終始報告いっちゃうぞい。あまり大きな金額ではないが、確かな前進だ。総資金額の約 6% ほどの利益。だけど、こういうのを積み重ねるのが大切なんだよな。いいか諸君、FX で重要なのは金額の絶対値ではない。証拠金に対する相対値である。これを肝に銘じてトレードをしていってほしい。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。